さんこんにちは、淡井圭介です。本日、2023年1月の6日、9時4分、能登半島の、石川県能登半島の、道路の復旧作業について、提言させていただきたいと思います。現在、通れるところの道路、物資の搬送等もあり、そのまま通常、走行されていますが、まだ道路の復旧に関しての道路工事の映像が全然出てきません。遅すぎます。まあ、能登半島は、まあ、ここはあるとして、まあ、何本かの道路が南から北に向かって続いていると思いますが、どこか一つの道路を通行止めにしましょう。できればそれは真ん中がいい。で、その道路から、人員を分担して先の方まで何箇所にも分けて、復旧作業すぐに当たりましょう。で、真ん中の道路が、しっかりとした舗装された道路になれば、そこから、特に、被害が大きい、全く車両が通れる気配すらない、輪島市だとか、震源地の、あたりの、東の方の地域、ああいったところの道路を、続けて補修していくと。で、車両を、まあ、中央の道路から、こう両サイド能登半島の、西側と東側、輪島市側と、東の方の、エリアの方の道路の道を、通せるようにすると。それ以外の、中央の道路以外は通常通り今、進めるところまで、使用していただいて、中央の道路だけ、通行止めにしましょう。で、とにかく被災地のど真ん中の道路、そこを補修しなかったら、車両は通れるところはまずないんじゃないですか。今のところ映像で上がってきている内容を見る限り、私にはそう見受けられます。で、多分、まあ、映像出てきてないからどうしても指摘をせざるを得ないんですけども、災害用に作っていた護衛艦、要するに空母はですね、そちらからのヘリの搬送はどうなってますか、物資の搬送とか。それでできるだけ対応する予定だったはずですよ、安倍政権の頃に。決まってたはずですよ。なぜ5日も経過して海上自衛隊できてないんですか、としか言えないです。もしかしたら動いてるんですか。私のテレビの見てる映像がたまたまそういう映像が出てきていないだけなんですか。5日ですよ。遅すぎる。できれば、大量の物資の搬送に関して、特に被害の大きい輪島市などであれば、今の南から北に向かっての道路の輸送よりも、湾内に、船で物資の大量輸送を行って、まあ、そこから搬送ですね。だから、まあ、湾内の方から船で、もう重機はもしかしたら入ってるかもしれませんけども、道路の舗装、すぐに行うべきですね。もういつかも経過して、全く始まってないところを見たときに、もうちょっとびっくりしましたね。そこも建築業界の人間が動かなきゃならないことですから、日本中の建築業界の人たち何してるんです。今行っている工事なんかどうでもいいですよ。現実見えてます？大林組さんとか、鹿島建設とか、大手4社5社、建設業界、もう5日ですよ。どうなってるんです？行政からの指示待ちですか？なぜ何も始まってないんです？もう道路工事始まってないと絶対おかしいですよ。正直、私の感覚から言ったら、災害が発生した1月3日になっても、まだ道路工事が始まってない時点で、私が現場の指揮者だったら激怒しますよ。もうそれ地域の住民の人たちが怒ってもらってもいいと思いますよ。遅すぎる。1月1日に地震発生して、夕方から夜の間に、大手建設業界の人間が政府と連携取り合って、地形見たら分かる。
大量の物資の搬送を釣ってる船です。北の方からと南の方からと道路の補修すぐに動いてくれないと。建設業界にしかできないんだから。2日目には人員配置、すぐに計画を作って招集かけて、志願者、動いてくれる人間、2日目でもすでに作り上げて、3日目にはその間に船の手配とか何時何分だとかそういう確認を行って、3日目には乗り込ませて現場に到着させて工事スタート。これぐらいのことがなぜできないんです。今まで作ってきたマニュアルは建設業界の仕上げがないことは被災地の復興ですよ。国からのお金で飯食ってんだから。ほとんどの工事が遅すぎる。もう6日ですよ。とにかく先ほどの内容なので早急に動いてください。もう現場で何台か重機は見かけてるんですよ。まあ多分そこの地域、石川県の人たちの建設業界の人たちの重機だと思うんですけども、まあ脇に、重機を止めているだけで、まあ状況的に物資の搬送を危険ながらも搬送しなければならないから、その一般道を、まあ、南から北に向かっての道路、通行している状態で、まあ車を止めては今止めれるような状態じゃないっていう判断なんでしょうけども、ここはすぐに行政、政府動いて、中央の道路通行止めにしてください。他の他はいろいろと使ってもらったらいいです。食料程度ならそれぐらい物資の運搬できるはずですよ。そこまで人口は密集地帯じゃないから、すぐに即座その中央の道路から100メートル先、これぐらいの間隔でもいいですから、人員配置を行っていって手分けして、すぐに道路の補修、完成された道路っていうものをすぐに中央から作り上げて、そこから輪島市や東の方の能登半島のエリア、北側のすぐにそういうふうな形でそこから出来上がってきた道路を全て通していく。これが一番早い、最終的に。あとは港の方からの道路の復旧作業のチーム。以上です。すぐに答えをしてください。